帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのになぜ飛んできてはくれぬのじゃ。帰れないなら大きな声で。 敵の戦車に遭遇した。12人はちりぢりに身を伏せた。神事はドブの中へ飛び込んだ。それっきりあとはわからないと知りました。でも。 敵団に倒れたとか、はっきりしていれば諦めもつきますが、このままでは思い切れない。それがどうでございましょう。8月15日の午後3時半頃だとは、その日こそ 終戦の日なのでございます。たった一人の愛しい。 命でも戦終われば母の手に返してください。
親の身で我が子の生き死にもわからない、こんなむごいことがあるのでしょうか。と言ってあの子が死んだとはなんで思えよ、母としてせめてお金が砕く岸壁に立つ母の姿。